田中正宏、一軍復帰は交流戦明けか。二軍調整中の楽天田中正宏の一軍初登板が大幅に遅れる見通しとなった。昨年10月に右肘をクリーニング手術し、春季キャンプは一軍スタート。オープン戦では登板するごとにイニングと球数を増やすも、63球を投じて3回1三を3失点だった3月20日のイースタンリーグ DeNA 戦を最後に実戦登板から遠ざかっている。現在はキャッチボールを行いながらフォームやコンディションを確認しており、投げ込みはできていない状況が続く。青山投手コーチは一軍復帰のめどについて今、実戦に入っていないことを考えると、5月は厳しいとの見通し。まずはブルペンでの投球の質を上げ、実戦復帰のプランを立てていく。もうプロとして厳しい。今年も200無理やな。1回ぐらい持たないんか。むしろ交流戦が勝ち星の稼ぎ時やろ。自分で打てばええんや。中途半端な手術するからや。トミー・ジョンやって最後の博打にかけたらよかったのに。科学を信じず迷信に頼った男の末路やな。トミー・ジョン回避して10億以上稼いだんだから成功だったんじゃねえの。去年なぜか7回無失点食らったベイスターズさん今年もよろしく。今後、フェンウェイのマウンドで投げる神沢を見れる日は来るのだろうか。まあサンファーム雄平が最大の補強。トミジョンから逃げたらあかんすよ。こんなんでも昔はシーズン無敗24勝1分1防御率1前半出せる化け物だったと思うと悲しい。ご視聴ありがとうございました。